日ごとの糧、2022年7月25日、兵士は皆、息子、娘のことで悩み、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したので、ダビデは苦しんだ。だがダビデは、その神、主によって力を奮い起こした。サムエル記上30章6節。人たちが、私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、ルカによる福音書、17章5節。サムエル記のこの箇所は、ダビデが兵士たちと共に町を留守にしている間に、アマレク人が町に火を放ち、妻や息子、娘たちは連れ去られてしまったという出来事がありました。まあ、ダビデの奥さんたちも連れ去られてしまうんですよね。で、部下たちがダビデを憎んで、こんなことになったのはあなたのせいだと責めて殺してしまおうという空気が生まれた。まあ、そんな記事です。で、ダビデの苦悩は相当だったと思いますけれど、彼は自分でこう発奮するというよりも、神様によって心に力をいただき強められたということなんですよね。より頼むべきは神という姿勢に貫かれていました。まあ、どんな時でも決して忘れることなく、自分を支えてくださる神様がいらっしゃるということをこう深く気づく。それが実は非常に重要なことなんだと思うんですね。そういうふうにして前に進んでいく。で、新約聖書のこの箇所の続きの部分はどうなっているかというと、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろうという、そんな言葉なんですね。まあ、偉大な信仰が必要なわけではなくて、偉大な神様を信頼するからし種一粒ほどの信仰さえあれば、絶望せずに済むということが教えられているんだと思います。偉大な信仰を頑張って手に入れようと思っても、ちょっとそれは難しいので、むしろ私たちを守り、私を愛してくださっている偉大な神がおられるということに、まあ一縷の望みを託すといいますか、そういう姿勢が大事なんだと思うんですよね。良い一日になりますように。